皆さんこんにちは、アトリエキッチンです。今回は強力粉で作る基本のバゲット、フランスパンに挑戦したいけど最初から専用の粉を買うのはハードルが高い、そんな方におすすめのスーパーで買える材料だけで作れるレシピをご紹介します。材料は4つ。まずは生地から作っていきます。原価はバゲット1本約64円。今回僕はカメリアを使っています。これはフランスパンに欠かせないモルトシロップです。よく質問でモルトシロップがないと作れませんかと聞かれるので、今回はなしで作ってみます。ドライイーストを溶かすための水を少し分けておきます。混ぜるだけの作り方なので、塩はあらかじめ溶かしておいてください。予備発酵ではないので、イーストも溶けたらすぐに加えます。ボウルにすべての材料が入ったら、粉っぽさ、水っぽさがなくなるまで混ぜていきます。僕はいつもカードを使っていますが、手やゴムベラでも構いません。こちらは混ぜてすぐの生地、ちぎれてしまいまだパン生地とは呼べない状態。周りの小麦粉を落としたら、このまま60分休ませて水和を進めます。60分置くだけでグルテンがつながり、伸びとツヤが出てきます。このタイミングで1回目のパンチを入れます。外側の生地を真ん中に持ってくる要領で10回ほど折りたたんでください。保存用の容器に薄く油を塗っておくと生地がきれいに剥がれます。生地をボウルに入れたまま発酵させても構いません。理想の温度は5度。冷蔵庫で一晩生地を熟成させます。今回僕は13時間発酵をとっています。こねなかった分酸化が抑えられ、白よりクリーム色に見えます。冷蔵庫から出したばかりの冷たい状態で2回目のパンチを入れます。この工程は生地に新しい空気を取り込むことでイーストの力が強まり、パンがより膨らみやすくなります。生地を大きく薄く広げたら、縦と横、三つ折りを2回繰り返します。生地が乾かないように、20度まで覆温させてから分割丸めへと移っていきます。今回僕は室温23度の環境で覆温させるのに75分かかっています。打ち粉を振って台に移したら2等分して丸めていきます。生地の温度が低い場合はイーストの活動が鈍り、膨らまないパンになってしまいます。温度計で測る習慣をつけておきましょう。分割は約 260g、 長さ30センチで2本分のレシピになっています。丸めが終わったら、蓋のついた容器や強く絞った布巾をかけて、生地が乾かないようにベンチタイムを20分取ります。この間にキャンバスの準備も忘れずに。バゲットの成形に入ります。形が崩れないように優しく台に移します。
軽く叩いてガスを生地全体に散らせます。下と上から生地が張るように折ったら、上から3分の2を折り返して芯を作ります。最後に全体を合わせて、表面を張らせながら転がします。閉じ目が下に来るようにキャンバスに移します。閉じ目が直線で閉じているか確認。最終発酵は28度で30分を目安に、常温の場合は様子を見ながら。ここで僕がフランスパンを焼く時のオーブンレンジの使い方をご紹介します。加熱水蒸気がついている方はぜひ参考にしてみてください。鉄板は2枚使います。1枚目を上の段に入れて予熱します。予熱完了のアラームが鳴ったら、霧吹きで湿気を出してから素早くパンを入れます。最初の10分は加熱水蒸気モード300度で焼きます。10分後、上の鉄板は外し、パンを反転させてからモードを切り替え、完成まで焼きます。最後の発酵が終わりました。少し戻って指の跡が残ったまま、発酵完了の目安です。曲がった場合はまっすぐに直せば大丈夫です。粉を振るとクープが入りやすくなります。クープは中央より1センチずらして、焼き始めてから10分でクープの状態が決まります。開いていない場合は最後まで開きません。僕はこの後もう一度反転させて焼きムラを防いでいます。焼き上がりました。やっぱりモルトシロップあった方がいいですね。